人々は高速道路の途中で止まり、車から降りて不思議そうに頭を上げています。街中でも道路の上に人が溢れかえっています。家の屋上にも人がいて、衝撃の目で月を見ています。なんと月が赤いんです。世界の終わりだと叫ぶ人もいれば、避難所を探している人もいます。確かにいつもの白い月は、今では赤いペンキが塗られているように見えます。しかし、そのような月を見ても恐れる必要はありません。むしろ稀な天文現象を目撃したので、その景色を楽しみましょう。これは皆既月食なんですから。これが太陽で、私たちの太陽系の中心にあります。水星、金星、そして地球と月はここです。地球は星の周りを周回するのに365日かかります。同時に月は地球の周りを回転し、27日間で私たちの惑星を完全に周回します。地球はシャドウゾーンを作りますが、月がそれを通過することもあります。影は円錐形で、徐々に狭くなります。月は38万4000キロメートル離れていますが、これは赤道の9個分の長さと同じくらいです。この距離では影の幅は月の幅の約 2.6 倍になります。月がこのゾーンにあるとき、直射日光は月に到達しません。つまり月は見えなくなる代わりに赤く見えるんです。それも太陽の光線が地球の大気を通過するので、太陽の光は散乱し、ほとんどの青い光は消えます。しかし赤とオレンジの光線は続き、月の表面に当たります。できました。これがブラッドムーンと呼ばれる現象です。ちなみにこの光の極日は日没と夜明けに発生します。大気が青い光を散乱させ、赤とオレンジの空が見えます。皆既月食の間に月の表面に立っていたならば、地球はあなたと太陽の間にあるということ。だからこそ日食を観察することができるんです。地球の表面は完全に暗く、見えるのは惑星の端を照らす太陽コロナだけです。月の表面から見た地球は、地球の表面から見た月とほぼ同じ大きさです。赤い日食は様々な要因が重ならないと起こらない大変稀な現象です。条件の一つが満月であること。通常1年に合計2回の月食を見ることができますが、2038年にはそのような日食が4回見られるようになります。そして日食自体は最大108分続く可能性があります。しかし赤い日食は大変稀で、ブラッドムーンが最後に見られたのは2000年のことでした。何年も前、人々は衛星についてよく知らなかったので、赤い月を恐れました。悪い兆候や問題の前兆だと考えられていたんですね。日食のスケジュールを知っている人はそれを利用することができます。例えばクリストファー・コロンブスは天文学的な年鑑を持っていて、次の月食がいつ起こるかを知っていました。彼が赤い月を予測した時、カリブ海の島々の住民は怖がったといいます。大昔、月は溶岩の赤い玉でした。これは45億年前のことです。これが私たちの太陽系です。埃や小惑星で溢れていて、絶えずお互いにぶつかっているので、まるで宇宙のビリヤードのようです。これは地球、小惑星と彗星の絶え間ない衝撃から冷え始めたばかり。しかしその後、テイアが地平線上に現れます。火星くらい大きい惑星です。混沌とした軌道を持っていて、螺旋状に地球に近づいてきます。衝突が避けられず、ある時点で私たちの太陽系で最大の衝突の一つが発生しました。テイアは斜めに地球を襲ったんです。地球の地殻の一部を引き裂き、宇宙に向かって地球を投げました。そして地球は突っ込まれた惑星の一部を吸収したんです。衝突による破片は長い間地球を一周しました。破片は一種の土星の輪のような状態で、軌道上の破片が衝突し、共通の重心の周りに堆積しました。このようにして地球は月を手に入れたんです。またこの衝突が私たちの惑星で生命さえありません。でも船外活動をしている宇宙飛行士はそれにより助かっている部分もあるのです。宇宙空間が無音の世界でなければ、常に太陽嵐の騒音に圧倒されてしまうことになるから。次に行きましょうか。彗星には美しく長い尾があるというのもよくある誤解です。
実際のところ彗星は発見するのが非常に困難な宇宙体。通常恒星から遠く離れている時間が多く、宇宙の暗闇の中で不活発なまま完全に凍った状態で移動しています。彗星に尾が見えるのは恒星に近づき温度が上昇し始めた時だけなんです。このプロセスによってコマと呼ばれる曇った大気と独特の尾が形成されます。尾は常に彗星に影響を与えている恒星の逆側に現れるのです。これは太陽放射と太陽風によって吹き飛ばされ尾が反対方向に発生するからですので、尾は彗星の後方ではなく前方に見られることもよくあります。次は一光年について考えてみましょう。この概念は時間に関する単位のような印象を与えますが、実際には光年は距離を測定するための単位。 NASA の一光年の定義は、直線的に移動している光線が1年間で移動する合計距離、また光は毎秒30万 km の速度で移動するので、一光年は約10兆 km に相当します。本当にとてつもない数字ですよね。大半の人々は宇宙空間にいると常に無重力を経験しないので、宇宙飛行士が国際宇宙ステーション内で完全な無重力状態で浮いているのだと思っているんです。でも事実ではありません。宇宙では重力が重要な役割を果たしています。月が地球を周回したり、太陽が天の川銀河の外へ飛ばされないのはそのためですが、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士たちは完全な無重力状態ではなく、非常に小さな重力を意味する微小重力というものを体験しています。宇宙ステーションの重力は地球の表面の重力の約 90%。 宇宙飛行士は常に自由落下しているんです。宇宙船や内部の人々、搭載されている全ての物体は特定の軌道をたどりながら前方へと落下し続けています。ですが、全てのものが同時に落下していることにより、乗組員と中にある物体が浮かんでいるように見えるのです。そのため宇宙飛行士は指先だけで何百キロの重さのものを動かすことができます。微小重力はしばしば無重力と呼ばれていますが、この2つは完全に別物。太陽って写真で見ると常に燃えているように見えますよね。でも実際の太陽は巨大なガスの玉。どういうことだと思いますか？核で常に核反応が発生しているため燃えているように見えるのです。毎秒数億トンの水素が核融合反応によりほぼ同じ量のヘリウムになっています。この過程で大量のエネルギーがガンマ線として放出され、これらの光線が光となり、まばゆいばかりの光とものすごい量の熱を放出しているのです。ですが実際には燃えているわけではありません。このプロセスには酸素が関わっていないのがその理由。宇宙服なしで宇宙空間に飛び出すと人体が破裂してしまう可能性があるというのも一般的な通説とは異なります。船外活動中に宇宙服を脱いでも映画で見られるほど劇的な結果には至りません。人間が宇宙服などの保護がないまま15秒間宇宙空間にいると酸素が不足し意識を失ってしまいます。そうなる前にできるだけ多くの空気を吐き出さなければなりません。そうしないと酸素により肺の内側が傷ついてしまうことになります。そして小さな宇宙船の役割をしている宇宙服に保護されていないと体内の圧力が低下し、さらに深刻な問題につながるのです。体が破裂してしまうわけではありませんが、あまり長い間外にいない方が良いでしょう。ブラックホールは恐ろしい巨大な宇宙の掃除機であると思っている人もいるかもしれません。ですが実際にはブラックホールはハエ取り草のようなもの。動き回って天体を飲み込んでいるわけではなく、その場に居座っているだけなのです。そして宇宙空間で生きていけるのは、答えは人間、最も宇宙服を着ていればですが、宇宙服とはいわば真空空間での必需品で、これなしに宇宙船の外に出ることは叶いません。現在 NASA は国際宇宙ステーションのような宇宙船の船外活動用に古いタイプの宇宙服を所有しているのみです。 NASA のアルテミス計画では男女兼用の新型宇宙服が使用される予定です。およそ 2.5 億ドルの予算がかけられたこのスーツは、従来型の宇宙服よりもかさばらず、よりファッショナブルに着ることができます。さて、それでは人間以外に宇宙空間で生きることのできる生物はいるのでしょうか。これまでには3匹の動物が宇宙に打ち上げられて地球に帰還しています。
これをカウントするのであれば、2匹の犬ベルカとストレルカは1960年にソ連の宇宙船の中で1日を過ごし、スターとして帰還しました。アメリカ合衆国はハムという名のチンパンジーを16分間の飛行に派遣しています。宇宙空間は海抜 100km から先に広がっており、ロケットを使用すると数分で到達することができます。ハムは宇宙服を着用し、与えられたボタンを押すというタスクをこなした結果、ニューメキシコ州アラモゴードにある国際宇宙の殿堂入りを果たしています。しかし、生身で宇宙空間で生きることができる生き物がいます。カンポ動物です。カンポ動物は別名クマムシと呼ばれ、小さな茶色いクマのように見えます。足を持った動物では最小級のもので、全部で8本の足を持ちます。カンポ動物のほとんどは目を持っていませんが、中には持っている種もいます。その平均的な大きさは 0.5 ミリなため、良い虫眼鏡であれば見ることができます。苔に水をかけると外に出てくることもあるんですよ。歩く速度は1秒間に体の長さ1匹分、走ると1秒間に体の長さ2匹分になります。欧州宇宙機構はこのクマムシを国際宇宙ステーションへ持ち込み、船外に10日間放置しました。その結果、クマムシは生きていたのです。空気も水もないほぼ完全な真空状態で、太陽の放射線にもさらされ、極限の低温下であったにもかかわらずです。人間だったら快適とは言えない環境ですね。極限下に置かれたクマムシは外骨格に頼って身を守ります。実験ではこの外骨格が1インチ四方あたり8万7000ポンドという重さに耐えました。相当強力な宇宙服を着ていたということでしょう。クマムシは30年の冷凍状態から目覚めた時に蘇生し、繁殖も行えたという記録も持っています。宇宙空間で生命を探す際、火星探索を進める際、このようなクマムシの研究は避けては通れません。クマムシが極限の宇宙空間で生きることができるのなら、生命は宇宙空間のあらゆる場所で生きているということなのでしょうか。極限環境微生物と呼ばれる極限環境で生きる生物は、他の惑星でも発見される可能性があります。ルーマニアのモビル洞窟はそのような別惑星のような世界です。地球上のすべての生き物は炭素を基本とする生命体です。つまり炭素原子が水素や酸素、窒素の原子とくっつくことで細胞の分子となり、それが体を作るのです。しかし、250万年前に外界から隔離されたモビル洞窟には、石灰岩がろ過した水が地底湖を作っており、そこには毒ガスである硫化水素とアンモニアが充満していました。このような毒の環境においては、どのような生物が生まれたのでしょう。その答えは、硫黄を基本とする生命です。光の届かない光合成のない中で、モビル洞窟の中には完全な生態系が生まれていました。化学合成を基本とする食物連鎖は、硫黄系の化学物質を微生物が食べるところから始まり、モビル洞窟では硫黄を基本とする生き物が33種発見されています。それらはエビやサソリ、ムカデ、カタツムリなどでした。モビル洞窟にまるで地球外生命体のような硫黄系生物が存在するのであれば、宇宙ではどのような生命体が見つかるのでしょう。可能性が高いのは細菌です。細菌は外宇宙でも生きることができます。また真菌類も同様でしょう。細菌は食物連鎖の基本を作る宇宙空間でも生きることのできる存在です。1980年代にはミール宇宙ステーションの宇宙飛行士たちが、窓の外で何かが育ち、地球を視認することが難しくなったと報告しています。調査の結果、その何かとは細菌やキノコの類であることが分かったのです。石英でできていた窓は、表面で育った菌のためにダメージを受けていました。またケーブルの導線を腐食している菌類も発見されました。ミールの捕獲できるものの50倍の暗さなんです。しかし、時には強力な望遠鏡で空のかすかな黄色がかった輝きを見ることができます。尻尾は満月の直径の5倍もあるキラリと光るスポットのように見えます。宇宙にはたくさんの惑星があり、天の川にも液体や凍った水があるようです。最も近いのは太陽系内にある木星の衛星の一つ、エウロパです。科学者たちは凍った表面の下に水の海があることをほぼ確信しています。
しかし、そのような惑星での生命の可能性について喜ぶのは少し早いですよ。液体の水は生命が惑星に存在するための数々の条件の一つに過ぎませんからね。銀河 GSNO69 の星は今後1兆年以内に木星と同じくらい大きい惑星に変わる可能性があります。その理由が星が定期的にブラックホールと遭遇するから。まず天文学者は奇妙に明るい異常な X 線バーストに気づき、それは9時間おきに放出されました。この現象をしばらく研究した後、科学者たちはそれがブラックホールの周りのユニークな軌道を移動する星であることに気づきました。まばゆい光がありますよね。これはブラックホールによって星の表面から丸飲みされた物質です。何百万年もの間、ブラックホールはすでに赤色巨星を白色矮星に変えていたことが判明しました。そしてプロセスが停止することはありません。天文学者は金星の大気中にホスフィンの痕跡をいくつか発見しました。地球ではこの無色で可燃性のガスは微生物が生息する場所でよく見られます。新しい理論で金星に生命があるかもしれないと言われているのも不思議ではありませんよね。しかしこの惑星に生命があったとしても大気の中にしか現れなかったはずです。おそらく地球の極限環境を生き残ることができる生物はいないでしょう。金星の表面は非常に乾燥していて液体の水はありません。そして圧力は地球の表面の圧力の90倍です。さらに気温は482度より高くなることがよくあります。数々の金属が溶けてしまうほど熱いので、さすがに誰も行ってみたいとは思わないはず。実際のところ何百万光年も離れた場所に完全に水でできた浮いている雲があります。水の量は大変なもので140兆回以上地球上のすべての海を埋めることができるほどなんです。すごい量ですよね。地球上の水は実際には謎に包まれ、たくさんの秘密が隠されたパズルのようなもの。最も支持されている理論では、海は強力なクレーターだけでなく、私たちが生きるための液体物質を残した氷の彗星と小惑星により地球上に現れたというもの。しかし宇宙にはたくさんの有機物があり、特定の条件が揃えば私たちの海を何千回も満たすのに十分な量の水を生み出す可能性があります。研究者たちはこの有機物を加熱して澄んだ水と油を得る実験を行いました。これが将来の研究で確認されれば、石油さえも化石化した生物の残骸により地球に現れただけでなく、宇宙からも来たことを意味する可能性があります。それでも天の川銀河だけでも約60億個の地球のような惑星が存在する可能性があります。最新のデータによると、太陽のような星の5つごとにハビタブルゾーンに少なくとも1つの惑星が存在する可能性があります。それもただの惑星ではありません。岩のある核と表面を持ち、地球に匹敵するサイズです。星のハビタブルゾーン内にあるので、生き物、少なくとも微生物が暮らしている可能性があります。そして私たちの銀河にこれらの惑星が何十億もあるとすれば、少なくとも1つは